はい、皆さんこんにちは。アンバージャックと申します。本日はですね、ヒューロン湖側の港にですね、向かっております。それで今日はですね、何を釣るかと言いますと、サーモンをね、釣ろうと思っております。ミシガンはですね、実はほぼ1年中サーモンを釣ることができまして、で、まあ、今の時期ですね、5月ぐらいはアトランティックサーモンですとか高校サーモンがですね、このヒューロン湖側の港で釣れます。5月末から6月、7月の頭ぐらいまでですかね、ミシガン湖側でですね、あのスカマニアトラウトというちょっとスチュレートの仲間みたいのが、これもかなりでかいあのサーモンになるんですけれども、釣ることができます。それで、まあ、あの7月、8月はですね、ちょっとショアから狙うのは難しいんですけれども、トローリングでですね、あのキングサーモンを狙 う、 こう最盛期になりますね。それで、まあ、あの8月中旬からはですね、いよいよキングサーモンがですね、遡上を始めますので、川に入ってくる前のですね、防波堤とかミシガン湖側に面したですね、あの小さな湖ですねとかで、スプーンとかですね、あとはそのジギングで狙うことができますね。それでジギングのシーズンがですね、大体あの8月中旬から9月の中旬ぐらいですかね、まであの続きまして、でその後はですね、いよいよキングサーモン川で狙うことができますね。まあ、大体これがあの10月の末ぐらいまで続くんですけれども、まあ、10月の末ぐらいにはですね、またあの後方サーモンというのがですね、一部の川に遡上してまいりますので、まあ、その川ですとか、あとビーチからですね、後方サーモンを狙うことができますね。で11月からですね、まあ、3月、4月ぐらいまではずっとあのスチュールヘッドをですね、川で狙うことができますね。で、また5月になってヒューロン湖のサーモンという形でですね、実はもう一年中ミシガンはサーモンを狙うことができます。で、なんで今の時期ヒロンコ川の港でですね、あのサーモンを釣れるかと言いますと、まあ、理由がですね、3つぐらいあるんですけれども、まず1つがですね、この時期ミシガンも暖かくなってきて、水温がですね、ちょっと上昇してきて、で、サーモンたちがですね、あの活動しやすい、大体あの華氏45度とかあの50度くらいになるんですね。まあ、そうするとあのサーモンがですね、非常にそのシュアまで寄ってきやすくなるというのが一つありますね。でもう一つはですね、大体このタイミングがまたベイトフィッシュですね、小さな小魚の産卵タイミングにもなってまして、でそういう小魚がですね、シュアに寄ってくるんですね。で、まあ、例えば湖が荒れたりとかですね、あの風が吹いたりして波が立ったりすると、その小魚がですね、ちょっと避難のためにあの港に入ってくると。でそうするとですね、それを追ってサーモンもあの港に寄ってきますので、まあ、防波堤とかからですね、非常に狙いやすくなります。で最後にですね、実はミシガンの環境保護局がですね、大体これぐらいのシーズンにスチュールヘッドの稚魚をですね、港から放流するんですね。でそうするとですね、その稚魚を食べるためにあのスチュールヘッドとか高峰サーモンとかアトランティックサーモンが寄ってきます。大体この3つのですね、理由が重なって、この時期ヒューロン湖側の港でサーモンを狙うことができます。よし、はい、じゃあ釣り場に到着いたしました。早速向かいたいと思います。まあ誰もいないですね。着きましたよ。ということでね、まず最初はちょっとスプーンをね、使っていこうかなと思います。これね、これあのレーザーチヌク 17g を使っていこうかなと思いますね。カラーはあのパロットカラーというやつですね。で本日のタックルはですね、これが、ラミグラスのですね、G-SEN PRO というシリーズですね。で長さが10フィートですね、3メートルかな約。でリールはシマノのエクスセンスですね。で PE がだいたい20ポンドぐらいで、リーダーがですね、フロロカーボンの8ポンドを巻いてます。でスナップはですね、これちょっとなんかメーカーがよくわからないんですけど、あのこういうスイベル付きのスナップを僕は使いますね。糸がよれてほしくないんで。で、まあ、パロットから蛍光なんで、これこうやって UV でしっかり光らして使います。ちょっとまずやってみましょうか、ね、水深はおそらくね、3メートルぐらいかな。もう一回じゃあ初心に戻ってこれでいくか、チヌク、もう一回チヌクいきます。
たよ。うわあ、バレた。くよ、うしゅしゅし、もうバラさないよ。はいはい、うい、これは何サーモンですかね。多分後方サーモンですね。いいサイズですね。50センチくらいかな、多分ね。はい、釣れました。いやー、よかった。もうどうかなと思ったけど、さあ続けて釣っていきたいですね。このままやってみましょう。スチルエット稚魚ですね。It's a kind of same as mine. Okay, yep. It's it, a Atlantic. Yep, Atlantics you can tell because they got the spots on the back. Uh-huh. They kind of got like a... They're supposed to kind of have like a cross check. Mine are kind of scaled, but...来ちゃった。
アトランティックサーモンですね。よいしょ。はい。また釣れました。サイズはさっきと同じぐらいですかね。アトランティックサーモン。かっこいいね。よいしょ。はい。So hard to fucking tell, dude. That's a coho. Oh, really? This one is, yeah. The one loses. Man, did you this get too darker? Cool? Okay, that's an Atlanta. You can tell that. Yeah. はい、ということでですね、本日はヒューロン湖の港に行ってまいりました。で、結果はですね、コホサーモンが1匹、あとはアトランティックサーモンが1匹ですね。まあ、今日はですね、他の、まあ、餌釣りをしていた人たちも、6匹釣ってたみたいなんで、全体でですね、7匹とかそれぐらい、7時半までに釣れてたと思いますね、朝の。非常にですね、感触としてはいい日だったんじゃないのかなと思いますね。まあ、多分その活性が高かった要因は、やっぱりベイトがたくさんいたことと、あとは風が結構強かったんで、湖が濁って、魚の警戒心が薄かったんじゃないのかなと思いますね。まあ、あとはやっぱりその日が出てこないとアトランティック方法はあんまり釣れないですね。